おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、6月28日になりました。昨日月曜日はセカンダリートレンドの話でまとめさせていただきましたけども、改めて今日もセカンダリートレンドのお話をさせてもらいます。今この話をするのがね、最適だと思いますんでね。じゃあ画面を切り替えて日足から見ていきます。こちらです。このトレンドなんですけども、まあお分かりのように右肩上がり、倍の方にトレンドしてるのはお分かりだと思います。その中で右肩下がりの瞬間ってあるじゃないですか。まあこことかがね、よく見えてくると思います。これがだからセカンダリートレンドなんですよ。大きなトレンドの中でこうさらに細かく分けると、どういうトレンドがあるかなってことです。ですのでこういうところもそうですよね。こういうところもそうだと思います。これもですね、でこれもそうです。で、肝心なのは押し目って言いますけども、セカンダリートレンドを抜けた瞬間、これなんてのはここですよね。こういう風にしてトレンドの方向に戻るんですけども、この底を捉えるのが難しいのはお分かりだと思います。上級者の方はここから入ったりしますけども、リスクもありますし、資金的に余裕が必要だったり、あとね、精神力も必要なんですよ。ここもそうですよね。ここもそうです。だからここは難しいです。初心者の方は抜けたのを確認してから入ってくださいねっていうのは、だからこういうことなんですよ。はい、じゃあ4時間の方行ってみましょうか。日足でのセカンダリートレンドを細かくしたのがこういった形になりますけども、これも右肩上がりですよね、全体的には。だからセカンダリートレンドで言えば、こうやってちっちゃいですけどね、こういうところが見えてきます。で、セカンダリートレンドをいつ抜けたのかってことが分かるのが、まず当面の初心者脱出のパターンであり、最初のこれが収益になると思います。押し目を抜けた瞬間に入るってことですよ。ここもトレンドはこういうふうになってるよっていうことね、申し上げましたけども、トレンドが変わっちゃうときにエントリーすると大きな損失を得ますよね。こことかですよ、こことかですよ。全体的には右肩上がりなのに、なぜか倍で入ると含み損が出ちゃうのは、こういうところで入っちゃうからなんですよ。ですのでセカンダリートレンドに入ったなっていうところが見分けられると損失が減ります。いいですか。セカンダリートレンドに入ったことが分かると損失が減ります。そしてセカンダリートレンドを抜けたなと思えば、今度は利益が増えるんですよ。じゃあ1時間見てみましょうか。昨日お話した1時間なんですけども、セカンダリートレンドがこういうふうに形作られているということはもうご理解いただけたと思います。じゃあセカンダリートレンドが抜けた時にエントリーすると、なんで利益が出るかってことなんですけども、当然ですね、セカンダリートレンドが抜けたらこういうふうな、今度トレンド、上昇トレンドが見えてくるからなんですよ。で、今度逆にトレンドからセカンダリートレンドに入るところ、ちょっと急ですけども、こういうふうな形になってますよね。だからこの辺りで入るとロスカットを食らうでしょ。この辺りでバイを行うと。で、私が普段言ってるのは、トレンドに入ったらロスカットを食らうまでは入ってくださいってことなんですよ、ずっと。そうするとこれロスカットは食らいますけども、必要経費なんですよ。あ、セカンダリートレンドに入ったんだなっていうことが気づくじゃないですか。で、あとは私はここでセルに入ったりはしないんですけども、上手になってくるとここもセルで取るっていうふうなことができます。ただし私はセカンダリートレンドが抜けるのを待つために、見るのも相場って言ってるわけなんですよ。で、どうやら昨日抜けたかなっていうところがこの辺で出てきたわけですよね。で、セカンダリートレンドの線をこういうふうに引くことができたら、じゃあこういうところで入りますよね、で倍で入りますよねってことになるわけですよ。っていうことなんでね、今日はこのセカンダリートレンドを抜けたところからの一日を追ってみることにしましょうか。はい、セカンダリートレンドいかがでしたか。今日はセカンダリートレンドがね、すっかりまとめることができましたんで、いや、ちょっと一段落ですね。こうやって一つ一つテクニカルをきっちりと身につけていきましょうってことです。でも今回お話しても、また次回のね、このセカンダリートレンド多分出てきた時に気づかずにロスカットを食らって、なんでだなんでだになると思いますね。その時はまた改めて同じことを言わせてもらいますんで、そういうふうに同じことをどん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 繰り返すことによって、だんだん、あ、今回もそうだっていうふうに、だんだん頭にね、長期記憶に固定化されていきますんで、この FX オリガルヒ長くお付き合いいただければと思います。あ、今回のこの動画は速稼塾の一般動画にもそのままアップロードしますんで、オリガルヒの方と速稼塾の方と同時の動画を見ることになると思います。では、オリガルヒの方はまた追加放送が本日ありますので、お楽しみに。いってらっしゃい。